してた忘れない大事な忘れさせない人の生きる線に子供の明るい未来生きとし生きる術を命守り抜く後だ池袋東口西武デパート前をご通行中の皆様こんにちは。私たちは福島県で事故を起こした原子力発電所の、汚染水を海に流すという計画に対して反対している市民の集まりです。今日は、雨も降らなくていいお天気で日曜日で皆さんいろんなところにお出かけになっていると思いますけれども、ちょっと足を止めて、私たちの声を聞いていただければと思います。今メンバーがチラシを配っていますのでどうぞチラシをお受け取りになって読んでみてください。福島の汚染水ですが政府は汚染水じゃなくてもうちゃんと処理した処理水だよというふうに言っていますけれども、そんなことはなくてですねよくトリチウムだけが残っているというふうに言われますがトリチウムだけでもないんですね。はい、で今ここをご中古、若い方もたくさんいらして12年前の福島原発事故のことあまり知らないという方もいらっしゃると思います。または知っているけれどももう解決してるんじゃないのと思っている方もいらっしゃると思います。2年前にですね当時の菅首相が23年の春から夏つまり今ですね海に汚染水を流すということを発表しました。それから私たちはこのような活動を続けています。もちろん原発の再稼働とかそういう問題も気になっていますけれども今日はとりあえずもうすぐ流されてしまいそうな汚染水放射能汚染水についてお話をさせていただきたいと思います。先ほど今日はゲストで歌を歌いに来てくれる方がいらっしゃいました。後でもまた歌っていただきたいと思っています。それではちょっとリレートークということで何人かから、メッセージをお届けしたいと思います。池袋駅頭の皆様私たちこの場所で1時間ほどお邪魔をいたします。よろしくお願いいたします。放射能放出については、2021年の菅首相は2年前の4月の13日に汚染水を福島が第一原発に溜まった放射能入りのいろいろな怖い核物質が入った汚染水を海に流すと言いました。これにはもう各国が反対しています。特に私たちにとっても流したら40年間流しっぱなしということです。パンチパンチ汚染水が溜まっています。それをですね陸上で保管しないと海なんかに流したら広がってしまいますよね。それで魚が食べて小さい魚が食べて例えば水俣病もそうですが濃縮というのがあってだんだん強くなっちゃうんですよね。それを40年間も流して40年経ったらまた溜まってるからいわばほぼ永遠に流すようなことになります。福島の原発の事故の時に、福島第一原発が爆発をしまして10割のうち
3割は陸上に、7割から、その6割から7割ぐらいは、もうすでに海に流れているそうです。もう海は1回汚れてるんですよね。その上、またね、汚す、40年間もまた汚し続けることに、私たちは反対して、私たちは放射能汚染水放出に反対する、ザクの会のメンバーですけども、汚染水の放出は止めたい、2年あれば止められるんじゃないかと思って、4月の13日の4日後の4月の17日から、王子駅で月に1回、スタンディングやリレートーク、チラシ配布、そういったことをしてきました。それから衆議院、参議院の選挙があるときには、公開質問状もしてきました。そんなふうなしてきましたけども、もういよいよ汚染水がこの7月か2年経って、4月か8月に流されるということで、もう王子よりも池袋の方が人がたくさんいらっしゃるので、池袋でやってみましょうということで、今回初めてですが、危機感がいっぱいになりまして、池袋までやってまいりました。チラシを配っていただきたいと思います。チラシを配っているので、受け取っていただきたいと思います。で、歌は歌っていただけます。はい、いいですか。で、今日はですね、歌を歌っていただけるということです。歌詞を配ったんですけど、皆さんすでにお手持ちですか？配ってあるそうですけど、知ってる歌と皆さん知ってる歌ではないかと思いますが、一緒に歌っていただければと思います。原発はいらないという歌を歌います。おそらく福島の事故が起きた時に、それまで原発のことなんか考えたこともなかった人、放射能汚染だって自分の身に降りかかると思ってなかった人、そういう方たちがこんな思いで、どうしてこんなことになっちゃったのって思った、その気持ちをとてもよく表しているのではないかと思います。そういう歌です。繰り返しの部分だけでも一緒に歌ってください。子供たちの明日のために、原発はいらない、原発はいらない、子供たちの明日のために、原発はいらない、原発はいらない、放射能が消える日まで何年待てばいいのだろう、誰の言うことが正しいのか、何を信じれば意味のか、子供たちの明日のために、原発はいらない、原発はいらない、原発に群がりお金を儲け、事故が起きても責任取らず、誰のために会社はあるのか、何のために国はあるのか、悪いことをしたわけじゃない、ふるさとを追われてみんなバラバラ、大地を離れる苦しさがわかるか、すべてをなくした悲しさがわかるか、子供たちの明日のために、原発はいらない、子供たちの明日のために、原発
い。ありがとうございました。森屋さんという方です。今日一緒に歌ってくださっているのは、では次またメッセージに行きたいと思います。よろしくお願いします。ご家族の皆さん、こんにちは。今、福島第一原子力発電所では対応作業が行われています。その中で今回、核汚染水の海洋放出というとんでもない計画が実行されようとしております。今福島のタンク船機の中には130万トンの核汚染水が溜まっております。それはトリチウムということを電力会社、国は言っておりますが、実際はそのうちの7割が国の規制、国の基準を上回っている。つまり、いろいろな各種が混在しているという状態でタンクの中にあります。それを今回アルプスという各種除去装置を使って除去して、その後40倍の薄あの薄40倍に薄めて海洋放出すると言ってます。薄めたから安全だ、こういう話はありません。トリチウムという核子はとてつもない猛毒です。これが計画通りに流されたならば、福島の海は完全に核汚染され、福島の海の生態系は全部変わってしまう。そして地元漁業は崩壊し、漁師さんは食用を失うことになります。こんな無謀な計画を許してはなりません。核汚染水海洋放出に反対しましょう。ありがとうございました。力強い発言がありました。では次に池袋ご通行中の皆様、池袋ご通行中の皆様、私たちは汚染水の海洋放出を止めたいグループです。皆さんはよくご存知だと思いますけども、福島第一原発事故により発生したタンク貯蔵汚染水を海洋放出しようとしています。あれから12年経ちます。それを今政府は今年の夏ごろ8月ごろに海洋放出するということで2年前に閣議決定されてしまいました。でもこれは絶対に止めなくてはなりません。事故の時もたくさんの汚染水を海に流れてしまっているんです。それを今溜まっている汚染水をまた海に流そうとしております。絶対に止めなくてはなりません。それなのに政府は原発をまた新しく作るとかいろんなことで原発を進めています。でもこれは絶対に各国のドイツももう原発はやめたんですよ。それを日本政府は原発の被害者の日本政府はまだしようとしております。これ以上被害を続けないように私たちはどうしてもこの汚染水を止めなくてはなりません。
この場で皆様とご一緒に共有していきたいと思います。よろしくお願いいたします。池袋駅前をご通行の皆さん、私たちは原発に反対し、汚染水の流出、海洋放出に反対しているグループです。おととい16日にですね、福島からも大勢の人がいらして反対の報道をしました。東電に申し入れし、そして国会前で議員さんたちと一緒に反対を訴えました。そして最後にですね、日比谷の野音でですね、募集会をやって、それから銀座でもしました。みんな福島の人たちは困ってます。特に漁業者の人はですね、やっと試験漁業から本操業に変えれるという時に、汚染水を海に流したら風評被害じゃなくて実害になって、お魚が取れなくなるそうです。みんなで汚染水放出、国や東電はですね、いろいろと安全キャンペーンをやってますけど、汚染水はそして処理水というと聞かされて、処理水というように言われてますが、あれは本当に放射能汚染水なんです。トリチウム、取り除けないのはトリチウムだけじゃなくて、その他にもたくさんの放射能が残っているんです。それとかコンクリートとか、いろんな雑物も残ってるそうです。放射能汚染水を海に流すことに絶対反対です。皆さん頑張りましょう。はい、ありがとうございました。2名の方から発言がありました。次はですね、今の方がおっしゃったんですけれども、火曜日の日に日比谷の野外音楽堂で、汚染水を海に流すなという集会がありました。その時に私たち、何人かのメンバーで歌った歌がありまして、海って皆さん小学生でも習うと思うんですけれども、海という歌があります。海は広いな大きいなっていうあれですね。簡単な歌なので、それを、替え歌にして汚染水流すなという気持ちを込めましたので、歌ってみたいと思います。火事のない方ちょっと配りますね。では海は広いな大きいな、いきます。1、2、の、3。海は広いな大きな、捨てちゃダメでしょ汚染水。海に流した放射能、揺れて浜辺に寄せる。海の生き物かわいそう、知らず飲み込む取り組む。海はつながる世界中、この国恥ずかしい。海を汚すなこれ以上、命つなごう未来へと。5番だけもう一回。海を汚すなこれ以上、命つなごう未来へと。ありがとうございました。
それではまた、リレートークに行きたいと思いますけれども、失礼します。海洋放出に反対する5つの理由を挙げておられます。福島の方々が市民会議を立ち上げておられるんですが、これ以上海を汚すな市民会議といいます。ここで今お渡ししておりますリーフレットの中をご紹介したいと思います。福島の方々からの5つの提案です。そして心配事です。海洋放出に反対する5つの理由。福島第一原発内に増え続けている放射能を含む汚染水のうち、アルプス処理汚染水について政府と東電は30年かけて海に流す方針です。1、トリチウムは体内に取り組まれると危険です。アルプス処理汚染水に含まれるトリチウムはエネルギーが低く、透過力、いわゆる通ってしまう力ですね、の低いベータ線しか出ないので問題ないと言われることがありますけれども、体内に入ってしまうと透過力、いわゆる環境力の低さが災害を起きて、逆に細胞や DNA に集中してダメージを受けやすくなります。これが反対する一の理由として挙げておられます。そして第2、汚染水に含まれるのはトリチウムだけではありません。先ほどからアピールされた方々のお話の中にありました、汚染水に含まれる放射性物質のうちトリチウム以外の63各種は取り除くことになっています。しかし汚染水の 70% には基準値を超えた放射性物質が残っています。2020年3月になって東京電力はこれまで実測していなかった炭素14という放射性物質の存在を初めて認めました。これらが確実に除去されていないうちに海洋放出を決めるのは順序が間違っています。これが2番目の理由です。3番目、政府や東京電力は十分な説明を未だにしていません。東京電力や経済産業省はメディアに、マスコミに対してトリチウムが出すベータ線を測れない測定器を使って数値が変化していないことをわざと見せたり、匂いがしないのにわざわざ匂わせたり、放射能って匂いがないんですよね、それなのにわざわざ匂いを嗅がせてみせたりですね、安全であるかのようにアピールをしています。でも炭素14の影響を伏せたり、資料に都合の悪いことを載せないなど説明を尽くす姿勢が全く不十分です。これが3番目の理由です。もう一つ4番目、漁業者、市町村議会、全国の市民も反対をしています。苦労を重ね本格操業を再開を目指す福島県漁業連、そして全漁連は断固反対を今も表明しています。農業、林業に携わる人たちからも反対の声が上がり続けています。福島県59市町村のうち約7割の41議会が海洋放出に反対、または慎重な対応を求める決議や国への意見書を採択をしております。経産省が募集したパブリックコメント、いわゆる市民からの意見を募集したわけですけれども、この大半は、汚染水の安全性に対する懸念、それから陸上保管など処分方法の見直しとすべきだ、あるいは合意プロセスへの懸念など海洋放出に対し否定的なものまで含まれておりました。海洋放出に反対する署名も2020年12月時点で45万筆が集まっています。5番目、今すぐ海洋放出する必要はありません。
東京電力や政府は汚染水を保管するタンクを置く場所がもうないと主張していますけれども、タンクを大型のものに変えて敷地を効率よく使ったり、原発を増設する予定だった場所を利用するなどの方法があります。福島の原発は廃炉が決まっておりますから、その場所を空いているところがあるんですね。そこを使えばいいということを提案しています。トリチウムは半減期が12年なので、12年ごとに放射能が半分に減ります。廃炉に長い時間がかかることを考えれば、急いで放出せず放射能が減るのを待ったり、トリチウムを取り除く技術の確立を待つ方法もあります。実際に多くの技術者の方や企業が懸命の努力をされているのは、日本でも時々報道されているのをご存知かもしれません。海洋放出に反対する地元福島県の海洋放出に反対する市民会議の方々が挙げておられる5つの理由を今申し上げました。私たちもこの件に全く賛同しています。地震列島に原発はありません、あってはいけませんでした。でも残念ながら作られてしまったんですね。でも止めた場所の方が圧倒的に多かったんだということを私たち最近知りました。皆さんご存知だったですか？この間石川県で地震、大きなのがありました。能登半島の珠洲市というところです。あそこにも実は原発の計画があったんだということを少しテレビも報道しましたので、ご存知だった方もあるかもしれません。これ反対運動があって止まったんですね。能登半島でももう一箇所あったんですけど止まったんです。残念ながら一つだけ自家原発というのが作られてしまいました。そして関西でもいっぱい計画があったんですけど、それこそ10箇所以上の原子力発電所の計画を住民の反対によって止めています。止めているところの方が圧倒的に多かったんです。でも残念ながら福島には8つもの原子力発電所がありました。そのうち第一原子力発電所の4つの発電所、これが全て原発事故を起こし、地震によって故障したり、そして水が流れなくなってしまったり、電源を失ったりした結果、いまだに福島原発事故の非常事態宣言は解除されていません。 G7 のサミットが開催されている今もほとんど報道されませんし、忘れられちゃってるんですけども、福島の原発事故の非常事態宣言は解除されないままなんですね。皆さん、事故があってはなりません。原発はいりません。そして核兵器もいりません。サミットで議論されるべきは核の抑止という、使うための抑止論ではなくって、核を保有するための国による、あるいは傘の下にいる国による核保有のための話し合いではなくって、それが全く戦争開始、核推進会議ではありませんか。こんなものは真っ平ごめんです。核もいらない、原発もいらない、地震列島に原発は本当にあってはなりませんでした。一日も早く廃炉を求めましょう。廃炉を実現させましょう。そして新しい原発は作らせない。このことをぜひ大きく政府に対して、あるいは原発に関わる産業のいわゆる会社の人たちに対してさらに求めていきたいと思います。働いている人たちは本当に苦労をして安全のために創業しているのを私たちは知っております。だからこそです、働いている人にとっても、この日本列島に住み働く国籍に関係ない、年齢に関係ない、多様な人々の命と暮らしと、そしてこれからの未来の子どもたちのために、放射能事故でたまりにたまった放射能汚染水、絶対に海に流させない。7月には予定されていますけれども、ぜひ皆さん止めましょう。どうぞ力を集めましょう。国会の前でも集まっています。どうぞ皆さんスマホで調べてみてください。今、原発 GX、
関連法案についての国会での審議がされているけども、サミットのおかげでほとんど報道されていません。そんな中でどんなことが今、国会で議論されているのか、あるいは強行突破されようとしているのか、ぜひ関心を持ってください。私たちも国会に行ったりもしております。どうぞ皆さん、今皆さんのお手元にお渡ししています。福島の海洋汚染水放出に反対をする、放射能汚染水放出に反対する市民会議のリーフレットをお手に取って読んでみてください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは、もう一方メッセージをお願いしたいと思います。皆さん、こんにちは。セブスロで楽しい休日を過ごすの皆さん、こんにちは。私も12年前の東京電力福島第一原子力発電所の事故が起こるまではこのような集会に参加するような自分ではありませんでした。でもあの事故があってから、あ、やっぱり自分で声を上げなきゃいけないんだなと思いました。こういうことをやっているのは特別な人間だってどこかで思っていたのかもしれません。でも声を上げることは私たちの社会を少しずつでも変えていく大切な一つの方法なんだっていうことに気がついて、やっぱり原発はない方がいいし、今問題にしているような放射能汚染水のようなものを海に流すのはとても自分たちの食生活あるいは環境をとても大きく壊してしまう罪なことだということに気がついて声を上げるようにしました。皆さんもきっとどこかでやっぱりそう思ってるだと思います。声を上げなくても大丈夫だろうぐらいに思っているかもしれませんけれども、ぜひ一緒に放射能汚染水は海に流すな、海はゴミ捨て場ではないのだということを行動で表していきませんか。もしあの福島事故の現場のあの汚染水をいくら薄めたって危険な放射能は私たちの体内に自然に入ってきてしまいます。少し考えれば誰でもわかることです。海はゴミ捨て場ではありません。それはやめましょう。そして、方法はあります。まず雨水が、雨水が流れ込むのを止めれば汚染水は減りますし、今の状態、今の量でしたらば溜めておくという方法は可能なんだそうです。敷地もあります。敷地がないような写真を撮っていますけれども、東京電力のあの福島第一のところにも第二のところにも敷地はあります。貯めておけばいいのです。100年経てば1000分の1になります、限度は。そして雨水が入らないようにすれば汚染水の量も今のように増えていくことがなく、今現在少しずつ雨水を止める工事を東電は始めたので、実際汚染水のたまる量というのは減ってきているそうです。ですから方法はいくらでもあるのです。どうしても流してしまわなければならないと言っているのは東電もそうですが、私たちの住んでいるこの国の政策、俗に国策と言いますが、その国策が結局は原発でできたものは出てきたものは全部全量処分するという、その国の方針があるから結局海へ捨てればいいという、そういう最初からの
目論見を達成しようとしているから汚染水を流そうとしているのです。でもそれは結局私たちのこの国、私たちが生きているこの私たち全員が自殺行為のようなものです。被害に遭うのはお魚だけではありません。海に流せば空気にも出て、空中にも出てきますし、ひいては農産物にも出てきますし、小さい生物から私たちはミジンコから進化してこの人間という哺乳類になったわけですけれども、どのような生物にも全部影響します。だから汚染水は絶対海には流してはならないのです。それが分かっているんならみんなで止めましょう。みんなが反対すれば政府もできませんし、東電もできません。私はこの前、汚染水を止めようという行動に参加して、次の日の新聞を見て、本当にもう、本当に頭にきました。電気料金を 15% も上げるというではないですか。ひどい話ですよね。いらない原発のための料金も全部加算されて、電力料金の中に入れて、そうして、電気代を上げて、さらに原発を、私たち民意ではもう原発に頼らない電気を使いたいと思っているのに、民意も無視して、そして原発のお金、無駄にかかっているお金も全部私たちに背負わせようとしています。とにかく汚染水は流さないように、私たちの力で止めて、声を上げて止めていきましょう。すいません、以上です。ありがとうございました。それでは今日の活動は1時から2時ということですので、そろそろ終わりの時間が近づいてきました。最後にもう1曲歌を披露して終わりにしたいと思います。森谷さん、よろしくお願いします。水に流すなという歌を歌います。福島事故、ご存じない若い方もあるかもしれません。もう収束してしまったと思っている方もあるかもしれません。でも今まだ約およそ3万人の方がふるさとに帰れないままでいます。そして放射能汚染水は溜まり続け、政府はそれを、太平洋に放出すると言っています。薄めればいいものではありません。薄い水割りでも何杯も飲めばやっぱり酔っ払います。そしてその汚染の影響が出るのは若い人たち、そしてこれから生まれてくる世代の人たちです。地球の未来を守るために、子どもたちの未来を守るために、世界中の命を守るために、汚染水の海洋放出を何としても止めましょう。どうぞ、簡単な歌です。一緒に歌ってください。あ、違った、ごめん。海を汚すなよ、水に流すなよ、私は恥ずかしい。海を汚すなよ、水に流すなよ、私は恥ずかしい。海を汚すなよ、責任と言えよ、私は恥ずかしい。海を汚すなよ、水に流すなよ、私は恥ずかしい。海を汚すなよ、未来を奪うなよ、未来を奪うなよ、私
流すなよ。私は恥ずかしい。海を汚すなよ。ふるさとなんだから、ふるさとなんだから、私は恥ずかしい。海を汚すなよ。一つの海だから、一つの海だから、私は恥ずかしい。水に流すなよ。私は恥ずかしい。海を汚すなよ。水に流すなよ。私は恥ずかしい。私は許さない。ありがとうございました。力強い歌でしたね。それでは、これで私たちの活動は今日は終わりにしたいと思います。20数名が参加して、行動することができました。マスコミがなかなか本当のことを伝えない中、こうやって私たち微力ですけれども、私たちが小さなマスコミになって皆さんに伝えていけたらなと思います。チラシまだございますので、もし最後にお受け取りいただける方がいたらお受け取りいただいて、お読みになってください。今日は1時間お騒がせいたしました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。